一日でも長く生き延びるために。よかった。小麦と塩、在庫があって。これだけ買えれば、当面は大丈夫だと思う。確保できて何よりだぜ。商品、店のやつが後で気空店に運び込んでくれるってよ。助かりますね。たくさん買ったから、私たちだけだと何度か往復しないといけませんでしたし。急に買い出しをお願いしてごめんね、団長。備蓄の計算が甘くて。他の島とのやりとりが少しずつ増えて、外から来る人の分、食料の消費も増えたみたいなんだ。星屑の町が賑やかになるならいいことじゃねえか。そうですね。皆さんお店のこととかすっごく頑張ってますし。うん、そうだね。このまま子供たちだけでやっていけるといいんだけど。遊びに連れ出してほしいですか？この間のことまだ気にしてるみたいで、エッセル元気がないの。この間のってありゃ十老来のせいだろう。気にすることねえのにな。エッセルって責任感が強いというか、自分が悪いって思いがちだから。真面目はいいけど真面目すぎるとこあるもんな。そうそう、そういう感じだから、一度息抜きさせてあげたいんだけど。私たちがね、遊びに行こうって誘っても、遊びに行った先でエッセルはお姉ちゃんしちゃうと思うの。なるほど。それで私たちに。団長さんたちも忙しいとは思うんだけど、お願いできないかな。わかりました。エッセルさんの息抜き、私たちがお手伝いしますね。問題はどうやって誘うかだよな。単に遊びに行こうぜって言っても遠慮しちまうかもしれないし。そこは任せておいて。あのね、団長さんたちに私たちから依頼をするから。必要な買い出しは終わったし、しばらく商店街をブラブラしようぜ。にゃ。うん、でもお店の人と行き違いになったりしないかな。みんなが商店街を見てくるなら、私は先に帰って。出してくるのに少し時間がかかるって言ってましたから、きっと大丈夫ですね。え
行きましょう、エッセルさん。うん、わかった。すごいね。何のお肉なんだろう。兄弟たちで分けたら何日分のご飯になるかな。ん？ B、見て、あそこのお店。リンゴだ！あ、もう B さんたら置いていかないでくださいよ。B は本当にリンゴが大好きだね。うん、私は喉もお腹も大丈夫。ありがとう、団長。あ、だったらもうちょっとお店を見てから喫茶店に行きませんか？お菓子もお茶も美味しくて、しかもおしゃれなお店があるって前に孫さんが教えてくれて、せっかくこの島に来たから行ってみたいなって思ってたんです。お、いいな。こういうでっかい商店街がある島はうまい店多いもんな。 B、 あんまり食べ過ぎるとお腹がはじけちゃうよ。やめろよ。B さんが喫茶店でも美味しいものが食べられるように、いろんなところを見て歩きましょう。おお、ここら辺は武器屋が並んでるな。うん、そうだ。帰ったらカトルに砥石を新調しなくても大丈夫か聞いておかなくちゃ。手入れって大事だもんな。お前も気をつけろよ。なんだかいい匂いがします。うん、あそこじゃないかな。チーズの焼き菓子、おいしそうですね。でも喫茶店まで我慢我慢。日持ちするみたいだし、買って帰って気空団のみんなへのお土産にするのもいいかもしれないね。カタリナに買っていってあげようかな。でも喫茶店にもお土産になるようなお菓子が売ってるかもしれないし。他にも店は山ほどあるし、いちいち買ってたら土産で両手が塞がっちまうぜ。カタリナ、ルリアが一生懸命選んでくれたらそれだけで喜ぶと思うよ。だからこそ難しいです。この辺りは布とか糸とかのお店が多いんですね。へえ、この店はボタンの専門店だってよ。いろんな形があるもんなんだな。うん、ボタンかわいいのとかかっこいいのとかつけてあげたらみんな喜ぶかな。そういや、星屑の町の連中の服ってエセルが作ってやってるんだっけ。刺繍がかわいくって素敵ですよね。
エッセルさん手先が器用ですごいです。ありがとう。みんなで着古してるから少しでも着ていて楽しいようにと思うんだ。特に妹たちは可愛い服を着たいだろうから。エッセルさん、ん？あ、ルリア見て、このお店ビーズを使ったアクセサリーも置いてるみたい。わー、腕輪とか髪飾りとかキラキラしててこっちも可愛いです。この薄紫色のリボン団長に似合うと思うな。試してみてもいい？うん、やっぱり似合う。団長は優しい顔立ちだから柔らかい色が似合うね。ん？あ、これ、こっちの黄色いビーズの髪留め、ルリアに似合うんじゃないかな。明るくて透き通った色。お団子とかも似合うよ、ルリアは。特に暑い日とかは編み上げてみてもいいかも。お私、エッセルさんにはこっちの水色のリボンを使った髪留めが似合うと思います。ん？ね、どう思いますか？ん？あ、悪いよ団長、私の分は。いいからもらっとけって、こいつが買いたいんだよな。おありがとうございます。早速つけるんですか？だったら私がつけてあげます。その団長、ルリア、ごめんなさい、はなしだぜ。おエッセルさん、エッセルさんが私たちや星屑の町の皆さんのこと大切に思ってくれてるの知ってます。でも同じように私たちだってエッセルさんのことを大切に思ってるんですよ。だからエッセルさんに綺麗なものとか美味しいものとか素敵なものをあげたいなって思うんです。エッセルさんが商店街で自分以外の人のためのものを探してたみたいに。星屑の町の皆さんも言ってたじゃないですか、みんな一緒にって。苦労や悲しいこと辛いこともだけど、楽しいことや嬉しいことだって一緒がいいです。ルリア団長、ありがとう。気を使わせて。さん、飲み物だけでいいんですか？うん、大丈夫。
私、最初に団長のことを監視するために気空艇に乗せてもらったよね。あれ、そういやそうだったっけ。十老来の使い道をどうするかっていう話だったよな。うん。でも結局そう言っていた私自身が十老来に操られて、みんなにひどいことをしてしまった。監視するだなんて思い上がりだったんだ。それがとても申し訳なくて。おいおい、だからあれは十老来が悪いんだって。だいたいおいら普通にエッセルを気空団の仲間だって思ってて、監視のことなんて忘れてたぜ。そういえば、そうですね、依頼でもエッセルさんを頼っちゃったり。ん？ううん、乗せてもらってるんだから依頼を手伝うのは当然で。じゃあオイラたちがエッセルを助けるのだって当然だろ。仲間なんだからさ。さっきルリアが言ってたのと同じだぜ。エッセルが他のやつに親切にするように、オイラたちだってエッセルに親切にする。もらいっぱなしなのは性に合わねえっていうのもあるけど、何よりエッセルが好きだからな。人に親切にしたいなら、人から親切にされることにも慣れてくれなくちゃな。そうですね。たまには欲しいものとかしたいこととか、わがままだって言ってほしいです。だって誰かに親切にするなら、まず先に大好きなエッセルさんに親切にしたいですもんね。エッセルだってさ、知らねえやつに優しくするよりも、まずカトルとか兄弟たちに優しくしたいだろう。うん。それと団長たちにもだよ。あの団長、スイカの注文いいかな。もちろんです。どれにしますか。このクレープ美味しそうだなって。
この力は。あらららららららーい！いいですね。武器を手にするなら覚悟を決めなきゃ。